ラファエウこと、ラファエウ・カエターノ・でアラウジョは、ブラジルのサッカー選手、ポジションはフォワード、セアラー州フォルタレザで生まれた。10代にして、スイスに渡り、FC チアッソに加入。20歳の時にスーパーリーグの FC チューリッヒに移籍し、2005から06シーズン、2006から07シーズンのリーグ連覇に貢献した。彼が在籍した2年半のうちに、 同クラブで彼は40以上のアシストを決めている。2008年1月半ばには、ブンデスリーガのヘルタ・ベルリンに移籍、チューリッヒ時代の監督であるリュシアン・ファーブル、同僚であるスティーブ・ホンベルゲンと再会した。ブンデスリーガ初出場は2月2日のアイントラ派とフランクフルト戦であったが、0から3でこの試合は敗れた。次節の VFB ・シットガルト戦では、初得点を決め、 三から一の勝利に貢献した。四年半の在籍でブンデスリーガで四位につけ、他方でにブンデスリーガ落ちを味わい、2012年7月27日にディナモ・キエフへと移籍した。ディナモ・キエフではシャルケ・レイオムへのレンタル移籍がなされた。2013年6月20日にボルシア・メンヒ・エングラート・バッハに移籍。弟のロニーもサッカー選手。 2010年から2012年にかけては、ヘルタ・ベルリンでチームメイトであった。12歳の時より、エホバの承認の信徒である。ありがとうございます。